ハロー YouTube! 下根司のニュースの猫側にゃ、今日もネットホームがやめです。お送りいたします。あの人がパトラっちゃったかもしれない。ドイサク？ドイサクなの？違いますけど、ドイサクの続々問題に、ドイサク不足をオープニングで補う私。今日はですね、あの人にまつわるあの設定、見事回収しに行きたいと思います。ちょってね、ということで。やっていきましょう。イギリスの諜報機関、ちょっとエッチなミルキー1個でおなじみ MI6 がとんでもないことを発表いたしました。顔の怖い国の大統領、パーチン！ね、このパーチン大統領！でも、パーチンってこれですからね。みんな、これもう勘違いだ。パーチン！こいつ新しいの見つけたな。この人がですね、すでにこの世にはいらっしゃらない可能性大ということをね、発表して、ちょっとざわざわしております。ま、以前からですね、重い病を患っている説であるとか、それから、国内のね、権力を実は掌握できてなくて、命めっちゃ狙われてるっていう話ありましたけどね、ついにいないかもしれないということを、このね、ミルキー一個ことね、アキナです。あ、これも似てないです。アキナが言い始めたっていう、アキナとか言って大丈夫かってこと。いや、ちょ、待てよとね、ちょ、待てよが言ってますけれどもね、パーチンの、実は不老不死だっていう設定がですね、お前設定とか言うなって話なんです。前々から言われてまして、今日はちょっとその説を言いつつ、実はこれはあちら側の情報戦に過ぎなかったっていう話にまとめていくんで、ね、パーチンファンの皆さん、怒らないでください。パーチンさんって、まあ、結構もともと年齢不詳なんですよ。まあなんかこうね、何歳かよくわからない、顔が怖いだけにということでね、言われてまして、実はこう昔のね、若い頃からあんま顔が変わってないことで有名なんですよ。だからもう荒木弘彦先生かパーチンがどっちかってことなんですよね。まあこれ並べてみるとね、いや結構違うけどってことで、結構それ相応に年を重ねてうるせえっつって、信仰を揺らがすな、お前は。鉄の心を持て。すいませんでした。これ誰に言ってんの？昔から顔が変わってないんですよ。で、これね、実は、パーチンさんが、過去から未来に来ている、サンジェルマン説っていうのがあるんですよ。サンジェルマン伯爵っていう人がいまして、この人ね、黎明期にね、錬金術師とかすごい怪しいことをしてね、社交界で話題になってた人なんですけど、実はこの人は不老不死で、ね、過去から未来に渡って人生を謳歌してる説があるわけですよね。過去ナポレオンであるとかね、それからヒゲの独裁者であるとか、こういった人たちに会っていろんな助言をしてた説もあるわけですよね。まあ、このサンジェルマン伯爵が実はこのパーチンさんなんじゃないかなっていう話なんだよね。でですね、モナリザってあるじゃないですかね。モナリザの顔をトレースすると掘れっつってね、実はモナリザのモデルはパーチンさんだったっていう、なんでわざわざパーチンさんにっていう話なんですけどね、もうこれあれやんつって、プチリザやんつってね、プチリザちょっと可愛いけど、まあ、そんなこんなでね、まあ、この不老不死説みたいなやつもあるわけですよ。過去ね、パーチンさんって分かってるだけでも8回ね、が起きてまして、めちゃくちゃ命狙われてて、実はもう影武者もいるっていうのも公表されてるわけですよ。ちなみにこのパーチンさんの元奥さんがですね、この昔影武者さんと一緒に暮らすことを強要されてましたみたいなことをね、過去ですね、暴露したこともあって、それはそれでちょっとドキドキするね。多分奥さんもちょっとドキドキしてるんじゃないですかね。お前の盗作した世界観を押し付けるのやめてもらっていいですかと。なんですけど、本人自体も不老不死っていう鉄壁のディフェンスでしょ。カテナチオでしょ、これ言いたかっただけですね。じゃあなんで MI6 が、あ、間違えました、アキナがね、亡くなったると思いますよって言い始めたかってことなんですよ。これは単なる情報戦に過ぎないと、顔の怖い国の土台を揺るがそうとした闇側の作戦ってことなんだよ。このアキナのバックに誰がいるかってことですよ。おばあちゃんなんですよね。おばあちゃんがシャーって言いながら、シャーシャーシャー、わかりました、何言ってるかわからんけどね。ということでね、勝手に MI6 イコールアキナがね、じゃあもう流そうかね、流そうかって、これだんだん似てきてない？似てきてないです。なんでかっていうと、もうね、ことは最終局面に進んできたって話なんですよ。この前ですね、モスクワの取引証券所が操業を停止しました。これね、スイスフランでの決済がいろんな制裁でできなくなったからっていう表向きの発表があったんですけど、実はそうじゃないんですよ。これなぜモスクワ証券取引所が中止したのか、それはもう皆さん、金本位制の爆弾、これが近いってことなんですよ。最近ですね、
世界中で川瀬が大暴落してたりとか、ああ川瀬って川瀬直美じゃないですよ、あそれ拾わなくていいですけど、大暴落してまして、でこれもですね、実はこの新たな RV に向かった動きだってことは前したことありますけど、実はこの本丸であるモスクワ証券取引所が停止した、これ合図なんですよ。ちなみに上海の銀行でも取り付け騒ぎが起きて、今複数の ATM が使用停止になってるんですよ。ホラーね、ホラーなんですよ。これ完全にこれですよね。あ、来てますです、これ。こいつ完全にいじってるけど、でこれやばいと思った闇側がとりあえず顔の怖い人し亡くなったことにしてね、潰しに行こうぜっていう、そういうお話ですってこと。もうやばいよねってことなんですよ。だからですね、不老不死設定は消えてないです。よかった皆さんね、設定大事にいこうよ。でオミソンだってちゃんと丸の内 OL 設定固くなに守ってますからね。どこがあね、どの辺を守ってるのかちょっと説明してもらっていいですか。ということでね、今回のこのイギリス側の発表っていうのが、実は闇側焦ってんなっていう、聞いてる聞いてる。まあ世界中でね、物価がめっちゃ上がってますけど、まあ、日本もそうなんですよね。特にですね、やっぱ食卓にすごい影響ありまして、みんな大変だと思いますけどね。で先日アメリカでね、その食料倉庫であるとか穀物倉庫がめっちゃ火災が起きて、謎だよねって言ってたんですよね。これついに日本にもこの動き来ちまったぜっていう話です。日立のね、日立の物流倉庫があるんですけど、ここにですね、20歳の男がね、放火で火災を起こしたことが判明しまして、これ捕まったんですけれども、これがですね、実は単なるこの男の突発的な出来事ではなくて、誰かから指示されてたらどうするって話なんですよね。倉庫に火災とかね、そういったもので物がない、食べ物がないみたいな状況をちょっとずつちょっとずつ作っていっているってことなんですよ。これはもちろんですね、混乱を起こして最終的には統制していくための前振りってことなんですよね。今回はね、この突発的な事故で終わりましたけど、今後ですね、この人為的にこの食料危機をね、こうなんか演出するようなことがアメリカと同じく日本でもめっちゃ起きるかもしれないとね。それ火災とか安全性の問題もさることながら、このね、醸造されていく人々の危機意識、これはですね、実はどこかからね、誘導されてるものかもしれないよっていうね、まあ、そういう警鐘を僕今カン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 つって、もう江戸っ子のあの上の鐘楼に登る人よろしくめちゃ鳴らしてます。うるせえこいつ。プラスですね、先日アメリカの CDC っていう米国オッペー防止センターで、オッペーオッペー支部局ができるって言ってましたけど、ついに日本版 CDC も作るみたいなことをね、キッシーが言い始めたわけですよ。これはいわゆるですね、このハビコリちゃんというようなこの流行ムーブメントを使って人々をですね、コントロールすると、そういう象徴に過ぎないものを今日本は作ろうとしていると。そしてそれについて誰も反対していないという、このやばい、完全にやばい羊さん大国だよね。毛刈ったのか、これバリカンですね。ということでね、毛刈られるまでわからない羊たちはね、もうお仕置きですよ。ピシピシ、マトンカレー食いたい。兄のリバウンドが心配でなりません。去年12月ダイエット成功。今朝の労働新聞、リバウンド。これは令和のリバウンド王、桜木花道やな、つってね。これ安西先生、バスケがしたい、いけるいけるパーンということでね、パーン好きってことでね、お兄ちゃんがね、ちょっとまたちょっと最近ね、まあ、これリバウンドっていうか、そういう人雇ったんじゃねえのとかちょっと思いましたけどね。でもそのね、リバウンドした時のお兄ちゃん全く反省してないんですよ。いやーつって、おいつって、日本のバラエティ見すぎってことでね、まあ、お兄ちゃんも好きだったんだね。聞いてないよって思った。今日も一日お疲れ様でした。良い夜お過ごしください。ヤクルト1000その後って話なんですけど、先日お姉ちゃんからね、恵んでもらったヤクルト1000ね、あれから全部飲みましたけどね、リスナーさんとかからも感想聞かれるんですよ。で、この前ちょっとお姉ちゃんから連絡ありまして、その後どうだって言われたんですよね。その後どうだって言われた、あ、ヤクルトのことだなと思って、美味しいよって言ったんですよ。したら、しばくぞって言われて、それ以降、LINE を既読スルーされてますけど、なんでなのかな、全くわからない。僕、サイコパ味噌だから。ってこと。目バキバキ。